エリック・マーティン、エリック・マーティン、エリック・マーチン。1960年10月10日帯は、アメリカ合衆国出身のロックミュージシャン、シンガー・ソングライター。ハード・ロック・バンド、ミスター・ビッグのメンバー。ソロのボーカリストとしても活動。日本のレーベルから多くの作品を発表しており、外部にも数多くの客演がある。 ニューヨーク州ロングアイランド生まれだが父親が軍人であったため台湾、ワシントン、カンサスと移り住み多感な少年期はヨーロッパで過ごしたイタリアに住んでいた頃にロックに触れドラマーまたシンガーとしてカバーバンド活動をしていたジャズドラマーだった父の影響で十代の頃はドラムをプレイしていたある日バンドのシンガーよりもうまく歌える気がして 歌ってみたところ、好評だったことからシンガーに転校したという。初めて見に行ったコンサートはアメリカ。二度目はクイーン。エリックが15歳頃に、一家はアメリカサクラメントに移住。サクラメントでのバンド活動から始め、やがてサンフランシスコの人気バンド、キットカレッジに加入した。この時、後に長きにわたりエリックのマネージャーを務めることになる。 サンディアインシュタインと出会っている。サンディによれば、キッド・カレッジに電話で応募してきたエリックは、声の印象で女の子かと思った。実際に会ったらチンピラのようだった、という。しかし、スター気取りで素行が悪いという理由で、キッド・カレッジを解雇される。一度ロサンゼルスに移った後に、サンフランシスコへ戻り、マイルハイに加入し、バンド名を415。 サンフランシスコの電話の主外曲版が由来と改め活動。このバンドもサンディが担当しており、ハービー・ハバート率いるナイトメアマネージメントに所属、エレクトラからデビューする際に、マネージャーの提案でエリック・マーティバンドと改名し、1983年にソッカー・フォー・エイプリティ・フェイスを発表。同1983年、日本のハードロックバンドアース・シェイカーの サンフランシスコでのレコーディングに参加し、キーボードを弾いたが、アルバムには収録されなかった。この時、音楽評論家、伊藤正則と対面している。以降、AC、DC の初めてのアメリカツアーや、エディー・マネー、ZZ トップ、ナイトレインジャーなどの前座を務めるなどの実績を積んだ。ものの、エリックはバンドに向上心がないとして、解散を選択する。 エリック・マートンバンドの解散後は、VAN ・ヘイラン、ジャーニーなどの大物バンドへの加入が噂されたが、どれも実現しなかった。当時同じナイトメアマネージメントに所属していた、ジャーニーのギリスと、ニール・ショーンの支援を受け、共作、共演した、I Can't Stop the Fire が、映画、ティチャーズのサントラに収録された、1984年。同じく、ニールと共作したバラード。 Just One Night が評価され、キャピトルとのソロ契約を獲得し、当時のトップセッションミュージシャンたちを起用した AOR 作品を制作した。一作目のエリック・マートン、1985年は、ニールとの共作曲を書くにテンションの高いアルバムに仕上がり、アメリカでゴールドディスクを獲得するヒットとなった。1986年公開の映画、アイアン・イーグルで、 飛行機が離陸し、美しい景観が広がった瞬間、パイロットがカセットのスイッチを入れると、アイス・オブ・ザ・ワールドが軽快に流れ出す場面がある。しかし2作目の、I, M Only Fling Myself、1987年はセールスが振るわず、曲作りに関わらせてもらえなかったことでも、エリックにとって大きな不満を残す作品となった。この頃キャピトルの体制が変わり、 エリックとの契約を決めた人物がキャピトルを去ったことも重なってしまい、契約を打ち切られてしまう。1986年頃、エリック・マートン収録のシー c リッツ・ s in the Dark と Just One Night に参加してもらった縁もあったギタリスト、スティーブル・カサーを要するととのリハーサルに参加し、正式加入を希望したが、ジェフ・ポーカロのまだ精神的に若すぎるという反対により、実現しなかった。 ソロ活動にも行き詰まり、こんなことを冗談で言うのは、きつすぎるかもしれないけど、ゴールデンゲートブリッジから身を投げようと思ったことだって、なかったわけじゃないというほどの失意の日々を送る中、早弾きギタリストの発掘で知られる、シュラッペネルのマイクブーニーを通じて、ビリーシーンと出会い、ポール・ギルバート、パット・トーピーと共にミスター・ビッグを結成。アトランティックと契約し、1989年に、 アルバム、ミスター・ビッグでデビュー。ブラック・フィーリングあふれる歌声は、ハードロック、ヘビーメタル界で高く評価され、ユニセックスなキャラクターと共に取り分け、日本でアイドル的人気を獲得した。ミスター・ビッグ、結成後も断続的にソロ活動を行っており、リナード・スキナードやサミー・ヘイガー、パンドラのアルバム、アメリカの特撮映画、パワー・レンジャー、映画版のサントラ。 ラッシュのトリビュートアルバムなどに参加。エウロペ、シナー、ノッコへの楽曲提供、ジュンセノウエが手掛けた、セガ、あとのセガゲームスのゲームソフトのサントラに参加など、多岐にわたる。かなりのゲーマーで、セガのザ・アメイジング、スパイダーマンとデトーナ、USA サーキットエジションのサントラに参加している。1997年、女性ロックボーカリスト、須藤アのアルバム。 United State of Mind をプロデュースデュエットシングル The Face of Love も国内で発売。1997年アメリカのテレビドラマ Matt About You のサントラで I Love the A.U.Love y o Me を歌い PV を制作。前菜のステージと仲良く街を歩くという内容だった。ミスタービッグが 活動を休止していた1998年には11年ぶりのソロ名義アルバムサムウェアインザ・ミッツルを発表。同年秋にかつてエリック・マートンバンドで共に活動していたドラマー、トロイル・ケッタ、ゲン・テスラを含むバンドを率いて初の単独来日公演を行った。また日本テレビ、ザヨルも引っ張れに出演し、グレーの誘惑をほぼ完璧な日本語で歌った。 活動休止やメンバー交代などの右翼曲折を経て2002年2月にミスタービッグが解散。同時に415時代からエリックのマネージャーを務めていたサンディアインシュタインと決別している。2002年ミスタービッグ解散直後にソロアルバム I m going in サネをポニーキャニオンから発表。日本のライターによって書かれたフライが朝日スーパードライの CM に起用され、 日本の茶の間に流れた。本作に伴う、小規模の日本ツアーも行われた。同年に、ソッカー 4A プリティフェイス、同名アルバム収録や、ピクチャーズ、エリック・マートン収録などを取り上げ、アコースティックアルバム、ピュアを発表。2003年、当時17歳のギター少年、クリス・ウィルソンや、ハレム・スケラムのハリー・ヘス、ナイト・レインジャー、当時のジェフ・ワトソンをゲストに迎えた。 ソロアルバムディストロイルモンスターズを発表ポニーキャニオンからの作品発表は本作が最後となった2004年ビーズのギタリスト松本隆弘の TMG タク松本グループにボーカルとして参加しサマーソニック出演や日本武道館公演を含む約1ヶ月にわたる日本ツアーが行われたこの時の日本武道館公演が DVD ダッチザバレットとして発売されている。TMG 後はしばらく育児に専念していた。2005年頃に、フォーリナーのミック・ジョーンズから連絡があり、フォーリナーに加入してほしいと熱心に誘われたが、ミスター・ビッグの復活の道を残しておきたい、そのために体を空けておきたい、家族と過ごす時間を大切にしたい、といった理由で加入を断った。その後2006年頃から、 活動再開し、バンドを率いて、南米、ヨーロッパ、オーストラリア、インドなど世界各地をツアーしており、リッチー・コッツェンとのジョイントツアーを行ったり、2007年2月に初ライブを行ったバンド、スクラップメタルに参加するなどの活動を展開していた。ライブ活動は活発であったものの新しい作品の発表が途絶えており、日本では、 表舞台から姿を消してしまったかのような印象であった。しかし2008年11月に日本のソニーの企画による J-POP のカバー集ミスター・ Mr. ボーカリストが発表され、日本の各メディアで話題となり、オリコン洋楽チャート1位を獲得、オリからのカバーアルバムブームに乗り大ヒットとなった。本作のヒットを機にポニーキャニオン時代の3作品が、 紙ジャケット仕様の HQCD で再発された。2009年3月には第2弾ミスターボーカリストに洋楽カバーを発表。発売日には TMG 以来約5年ぶりの来日公演を渋谷デュオで行った。観客はミスターボーカリストを購入し、応募した人から抽選で250組500名が招待され、人よ限りとなったライブは同年6月に DVD。 ミスターボーカリスト、ist, A ース e c i a l n イ g h 東京マイナスとして発売された。2009年3月のライブで、あやかと彼女のデビュー曲、I Believe をデュエットした。この時の映像は、日本のニュース番組や音楽番組等で一部、公開されたが、後に発売された DVD には収録されなかった。DVD の初回版特典である、同ライブの CD にも収録されていない。その理由は、 アヤカの事務所、県ン,ンから収録しないで欲しい旨の要請があった。許可が降りなかったためである。2009年には、ミスタービッグがオリジナルメンバーで再結成し、東京のハードロックカフェで記者会見を行った。同年6月5日の札幌公演を皮切りに、オリジナルミスタービッグとしては1996年以来となる日本ツアーが行われた。 2015年7月にはボックス CD プロモーションを兼ねて日本では初めてのアコースティックソロツアーが行われた。そのために6月の下旬に来日したが成田空港でファンからのサイン攻めにあ、いるところをテレビ東京の You は何しに日本への取材を受けた。歌ってくださいという取材人の要望に応じファンダのコーラスと共に 2BEWITH YOU の触りを歌ってみせた。 2017年、エリック・マーチン・ USA ポップ・ブリゲイドを率いて来日公演を開催。私生活では1999年頃に最初の妻、ステイシーと離婚し、2002年にデニースと再婚。2004年に双子の息子たちが生まれている。デニースは出産前はドラマーとしてエリックのバンドに参加していた。2000年に父、 2009年に母を亡くしている。息子のディランとジェイコブに水泳とテコンドーを習わせている。長くサンフランシスコに住んでいたが、現在はサンラフェル在住。コンピレーション楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。